ラブバード、ラブバード、アグポーに続く、ギリシャ語の愛を表す、アガペと鳥を表す、オーナスからとは、非常に社会性が高く情愛深いインコであり、小桜インコ、ボタンインコなど9種類が存在する、下記で衝術。ラブバードという故障はこの鳥が持つ、仲間と非常に強固な絆を結ぶ性質に由来する。このことは、英語以外の言語での故障にも反映されている。 ドイツ語では、ダイアントセトレンリカン、いつも一にいるもの。フランス語では、レシンセプリブルズ、分離できないもの。おおよその体長及び体重は、13から17センチメートル、40から60グラム、小さくがっしりした体に短い四角の尾羽を特徴とする、世界でも最小のインコの一種である。体の割に大きなくちばしを持つ。 ブルーボタンインコなど色変わりの編集、ミューテーションで様々な色を特徴とするものもあるが、ほとんどのラブバードは、緑やオレンジ、ルチノーなどである。中には、ルリゴシボタンインコや、黒ボタンインコ、キエリボタンインコのように目の周りに白いリングを持つ種類もある。平均的な寿命は10年から20年とされる。資料としては、果実、野菜と穀物を含んだペレット主体の食事が、 推奨される。ラブバードは他のインコと同様社会性に富んでおり、十分な愛情を持って世話をすれば大変よく懐く。また名前の通りの情愛深い性質を尊重するため、つがいで飼うことが理想的とする考えもある。ラブバードは非常に優れたペットになりうる資質を持っているが、他の種類のインコに比べてより活動的で眼見であるため、飼育する場合は、 他種のインコに比べて、十分なコミュニケーションの時間忍耐力が必要となる。飼育の際には十分な愛情とスペース、おもちゃを与えてやることがラブバードと良好な関係を築く条件である。ラブバードは気に入った相手にすり寄ることが大好きで、飼育下ではしばしばお気に入りの人間に対しはずくろよ、してやることもある。いろいろな種のうちハッシュが、アフリカ大陸本土に由来する。 九番目の種類である、カルカヤインコ、アグポーニツカナスは、マダガスカル原産である。野生では、それぞれの種は、地理的に隔てられている。ラブバードは小さな群れを作って生活しており、主に、果実、野菜、ある種の草や種子を食べる。初ハ花ハインコはこの他に、ビチジクや昆虫を好んで食べる。一部の種類のラブバードだけが、雌雄に形成。 死ゆで外観が違うである。これには、初花インコ、カルカヤインコ、若草インコが含まれる。全部で一家の9種類が存在する。他の、いかなるペットでも同様であるが購入しようとしている。鳥が人工的に繁殖させられたものであって、捕獲された、野生種でないことを、必ずきちんと確認しなくてはならない。これには、自然保護や倫理的な理由もあるが、捕獲された、 野生動物は人工繁殖の動物より病死する傾向が強いためでもある。ラブバード、アグポーに続くはオスもメスも全く同じ外観をしている。産卵していない個体の性別を正確に識別する唯一の方法は DNA 検査を行うことである。有能な鳥類を扱う獣医ならば一滴の血液で検査を行うことができるし、検査キットは オンラインで注文して購入することができる。骨盤による検査や外科的な検査は推奨しない。青色の編集がこの種類における主な色変わりで野生の原種より区分小型である。この編集は明るい青色の背中を胸を持ち、白い首と薄い灰色の頭部、薄いピンクの口しをしている。この編集は1957年に南アフリカのアル・ホーショムによって 初めて生み出され、2年後には、カイ・オーフォード博士によりが衆国のカリフォルニア州、サンフランシスコでも作られた。黄色の色代わりは、最初に、フランスで生み出された。薄い黄色でオレンジ色の顔と赤い口ばしを持つ。この他に、ルチノー、マダラ、黒、または暗い色の目をした白、シナモン、白、アルビノなどの変種が生み出されている。ルリゴシボタンインコは、 非常に活発で大きなを必要とする。またたくさんのおもちゃやかじって遊ぶための小物を必要とする。十分な大きさのカゴでなかったり、最低でも一輪なら 50cmX50cmX75cm 50、つがいなら 65cmX65cmX75cm 65の大きさ。いずれの場合でも円形のカゴを買ってはならない。 これは彼らが不安を感じた時に隠れることのできるコーナーをきちんと確保することができないためである十分な量のおもちゃ。四から六個や遊ぶ材料が与えられないと退屈や落胆からを誘発すことさえあるが、こうなるとこれをやめさせることは難しい。彼らは水浴びが大好きでほとんど毎日するので水浴び用の容器を準備してやるのもまた良い考えである。水浴びをした後、 彼らは羽を乾かすため長時間の日向ぼっこを楽しむ。しかしながら彼らをいかなる窓の近くにも置いてはならない。さもないと病気にかかってしまうことがある。ラブバードは非常に群居性の高い鳥なので飼い主が一人身のラブバードを楽しませ、コンパニオンだろうと喜んで何時間も費やすことができないのであればその肉体的のみならず精神的な剣のため、 つがいで飼うことが推奨される。ドリゴシボタニインコに、ペレット、果実、種子、穀物、もやしや野菜などのような、様々な種類の餌を与えるのは、良い考えである。常食としてはペレットが推奨される。ペレットでも、人工着色料や保存料マイナスやば、ブチルヒドロキシアニソール、BHT、ブチルヒドロキシトルエンを含んだものは有害なので、避けるべきである。これは、 一般にペットショップで売られている泡主体の餌がジャンクフードと同様で脂肪分肩で栄養のバランスも良くないからである。鳥がこの種の餌を好むようになることによりその寿命を縮めてしまう。ラブバードのような小鳥のために作られたペレットは彼らにバランスの良い食事を与える良い方法である。ラブバードは一般に穀物やある種のワイルドライス、マコモの実をとりわけ好むが、 これ以外のより健康的な食事を穀物に混合して必要とするビタミンを摂取できるようにしてやるべきである。種子混合の食事、あるいは本当にたった一種類のみからなる食事では十分ではなく脂肪肝をはじめとする健康上の問題を引き起こすことがある。それぞれのラブバードは個々の独立した個性を持っているが、ある種の一般化を行うことはできる。第一に彼らは 非常に臆病で、突然何かが動いたり、大きな音がしたり、たとえ小さくても見慣れないものが現れたりすると、怯えてしまう。飼い主は、飼いならすことの障害になるため彼らをひどく、怯えさせないよう、極めて注意深くする必要がある。一般に、彼らは、触れられることを好まない。ラブバードは、大変に、賢く、カゴの扉を開ける方法を理解して、 外に出てきてしまうことすらある。その知能に加えて一度飼い慣らされて、いついてしまえば大変好奇心が強い。もしも彼らをカゴの外に放すことがあるならば、飼い主はその安全確保のために多大な注意を払うべきである。煮竹をしている時にキッチンを飛び回らないようにする、いかなる電線にも冷蔵庫の背面のような、はまり込む危険のある場所にも近づけない、などなど。 一般家庭はラブバードにとって非常に危険な場所になりうるのである。また彼らは綺麗好きで、いつもを指定期的に水浴びをする。カゴの外に放されることがあるならば、排便のため別の場所に飛んでいくことさえある。清掃を簡単にするため彼らのお気に入りの場所の下に新聞紙を敷いておくとよい。サシし餌で育てられたルリゴシボタンインコを購入しようとすると非常に高くつくが、 ペットと遊ぶことを期待するのであればそうする方が良い。なぜなら何より彼らは大変に臆病なので差し餌で育てられたのではない。ラブバードを飼いならすには大変な忍耐が要求されるからである。オスは大変に臆病であったり頑固だったりするので飼いならすのはメスの方がはるかに容易であるが、それでも飼い主の指に登るようになったり、彼らは あまりこれを好まない方に向かってとんきて止まる。こちらの方が好まれるようになるまでに鳴らすには、数年かかることもある。一般に、ラブバードは、おしゃべりが上手な鳥であるとは考えられてはいない。中には単語を覚えるラブバードもいるが、こういったことができるとすればそれはまずメスである。多くの小型のインコの例に漏れず、ラブバードの、声は噛んだかくかすれており、そのおしゃべりを理解することは難しい。 ルリゴシボタンインコも他の飼育下にある様々な鳥同様退屈したりストレスにさらされたりすることで毛引きをするようになることがある。これを防ぐためにはたくさんの遊び道具や噛んで楽しむものを与えるべきである。十分な広さのカゴが与えられるべきであり、彼らが嫌がらない範囲で愛情を示してやらなくてはならない。一度毛引きが始まってしまうとこの習慣をやめさせることは 大変に難しい。上述したものを与えること、そして彼らとの時間を与えることで、しばしばけびきを軽減したりやめさせたりできることある。ラブバードは、巣ごもりの好きな鳥として、ことに香びきは悪名高い。このことから、細い紙切れや布地のような柔軟な素材はラブバードに与えない方が良い。これらはラブバードが巣作りの材料とみなす可能性があり、 そうすると発情して、交尾を試みる。こういったことは、経験を十分積んだ人間でなければ試みるべきでは、ない。しばしば人々が、自分の買い取りに与えるような巣箱や隠れ場所、小さな箱といったものもまた同じ理由から進められない。ルリゴシボタンインコは足から足先にかけて茶色ないし、クリーム色がかった反転が生ずることが、特徴の奇妙な病気にかかりがちである。 おそらくこれは彼らがその領域を強迫関連のように噛むことによって生ずる感染症であろう。この病気が何によって引き起こされるのかは分かっていない。一つの仮説として明るさの変化と野生のリリゴシボタンインコが普通に行える、例えば巣を作るといったようなことができないことによるホルモン失調により発病するという説がある。別の仮説では何らかの病原体によるものとしている。 もし発病の兆候が見られたなら、直ちに獣医の元に連れて行かなければならない。処置は、傷のための抗生物質と患部を噛み続けることをやめさせるための何らかの処置が含まれるのが普通である。これは鎮静剤で済む場合もある。エリザベスカラーは着用している鳥にとっても、その周囲の鳥にとっても極めて強いストレスを与えうるので、その着用は、 最後の手段としてのみ用いられるべきである。鳥によってはこのストレスのために毛引きをするようになるかもしれない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。